こんにちは。キュアリショップの沼田です。中村です。今日は鼠径部をスッキリさせるストレッチをご紹介します。それでは早速やってみましょう。まずは両足を大きく開きます。腰よりも手を下に当てましょう。ここから円を描くように股関節を合わせていきます。あ、いいですね。で、この時のポイントなんですけど、はい、おへそが前を向いている状態を保ちます。前かがみになったりしない。あ、横になったりしないとか。そうです。そういうことですね。はい、はい、おへそが前を向いている状態で回していきましょう。で、まあ、左右5回ぐらいですね、回していきます。これの動きなんですけど、これ全身の血流がアップするんですね。これで全身の血流がアップするので代謝アップ、そしてむくみ改善につながるストレッチになります。でも結構手軽にできるものなので、まあ、お友達との会話のなんかこれしかないですか。ねえねえ、またさあ今日もいい天気ですよねみたいなやばい、まあ、隙間時間にやっていただけたらなと思います。それではバイバーイ。